ハロー YouTube。はい、今日はですね、フレーズ紹介シリーズということで、いやいやいや、初心者から、まあ、ちょっと脱出したいよー、みたいな、人に、ちょっとこうね、やっていただければね、まあ、いいんじゃないかなという、そういったフレーズを、シェア発表しようと思います。イエーイ！はい、ということでですね、最近ね、ちょっとフレーズ紹介シリーズ、まあ、ちょっとやってたんですけど、まあ、ちょっと難しいですから、なんか、ダイアトニックコードをこうちょっと絡めた、なんか、やつがね、練習とか、あると思うんですけど、ちょっとあれ、ちょっとね、まあ、いいんですけど、もうちょっとね、簡単な、ところから、まあ、始めてみるとね、いいんじゃないかということで、ね、今日はこの、お題にさせていただきました。ということで、まあ、どんな、スケールの練習なのかっていうのをご紹介すると、こんな感じです。ドレミファレミファソミファソラファソラシソラシドラシドレっていうね、まあ、こんな感じの、フレーズの紹介になります。まあね、メロディって結局、まあ、文章なわけなんですよ。なんとかなんとかなんとか、文章もなんとかなんとかなんとかってなるわけじゃないですか。じゃあ、やっぱり文章って、まあ、言葉の集まりなんですよね。だから、言葉を覚えていかないと、文章って作れないわけじゃないですか。このスケール紹介を、まあ、やってる理由っていうのは、言葉みたいなのをこういう練習することによって、まあ、ちょっと覚えてほしいなっていう、もうね、いいこと言ったと思うんですけど、まあ、ちょっとね、まあ、自分で言ったら、まあ、あんま意味がないということで、はい、ということで、じゃあ早速、参りましょう。アカンパニメツはい、お待たせしました。ということでね、早速ね、スケール練習の、ちょっと紹介をしようかなと思います。今回のフレーズ。こちらですね。ドン。はい。こんな感じのフレーズなんですけど、初めって、このなんか順番に上がって下がってみたいな練習ってちょっとすると思うんですけど、まあ、その、なんか、これだけじゃね、ちょっとなんか、まあいいんですけど、なんか応用っていうかね、もうちょっとこうワンランクちょっと上達したいなみたいな時に、まあ今回の練習をちょっと、やってみるといいんじゃないですかね。今までいろいろね、なんか難しい、なんかその、ダイアトニックコードのなんか感とかね、まあ言うたりしたんですけど、あれよりはね、もうちょっと簡単かなというふうな、まあ、感じですね。まあなんか、こういう、ざっくり言ったらこういう感じなんですけど、難しさで言えば、前、いろいろね、ちょっと紹介したことある。ちょっとここにちょっと出しとくんですけど。まあ、このパターンとか。まあ、このパターンとかね。紹介した覚えてますか？ちょっとね、これをね、スケール練習の、まあ、応用ってなった時に、まあ、手始めにまずこういうのをやってみるといいんじゃないんでしょうかっていうことを言ったと思うんですけど、まあ、大体この辺のことができるようになってきたら、今回のね、練習をするとね、まあ、いいんじゃないかなっていう感じですね。これね、こういうね、なんか、普通に、なんか、ドレミファソラシドドシラソミレドって下がっていくスケールじゃない、練習って、どういう規則性があるのかっていうのを、きちんと把握した上で、まあ、練習することが大事なんですけど、今回のこれは、4つずつ上がってるんですよね。意味わかります？なんていうの？これ C メジャースケールなんですけど、ドレミファで、レミファソミファソラファソラシって、4つの塊でこうバーって上がっていってるんですよね。まあそういう感じでね、そういう規則性みたいなのも大事にしつつ、ちょっとやってみるといいんじゃないですかね。一旦ちょっとね、まあお手本、まあちょっと、ね、お手本っていうか、ね、まあ、こんな感じですよみたいなのをちょっと吹いていこうかなと思います。
シラソファ、ラソファミって4つずつの塊でこう下がっていくっていうパターンもね、ちょっとやっていこうかなと思いますんで、これワンセットでちょっとやっていただきたいですね。16分音符とかそういうのでもね、まあやるといいんじゃないですかね。ちょっと聞きますね。F メジャースケールとかこういうね、ちょっと試してみてほしいですね。まああとはちょっとこのスケール練習の紹介シリーズの時に巡ってるんですけど、今回のこの練習って、まあ、言ったら規則性があるって言ったじゃないですか。4つずつこう動いてるみたいな、これさえ守れば別にまあいいわけじゃないですか。ちょっとね、まあ、どうかな、難しいかな、ちょっとね、まあ、なんか、自信ある人はっていうか、楽譜に書かんと、頭で考えて、ドレミファ、レミファソ、ミファソラ、みたいな感じで、やると、いいんじゃないかなって思うんですね。特にこう、なんか、ジャズとか、アドリブみたいなのしようかなと思っている人は、まあ、そういうのした方がいいと思うんですよね。まあ、なんでかって言ったら、頭で思い描いた音を吹くみたいなのが結構アドリブやったりするじゃないですか。それも 100% そうじゃないですけど、そういう部分あるじゃないですか。なんかそういうとこ。だからそれってこういう基礎練習の時にそういう練習を、ね、しといた方がいいと思うんですよね。なんか思い描いたものをサックスで表現する力みたいな、じゃ意味わかりますかね。なんかこういうのって意外といるんですよね。なんか土台になる力みたいな感じなんですけど、まあちょっと、まあ難しいですけどね。まあなんかちょっと難しいスケールはまあちょっと無理だったとしても、 C メジャーくらいやったらちょっとねチャレンジしてみてもまあいいんじゃないですかね。まあなんかそういう感じで、はい、終わります。はい、いかがでしたでしょうか。ということでね、これをね、いつも通り楽譜にして販売しておりますので、まあさっきそう吹いてる時の動画で楽譜とか用意せんと練習した方がいいよみたいなこと言ってたけど、まあね、そうは言ってもでもまあまあ難しいと思うんで、それってもうちょっとやっぱ無理やわって思う人は全然買っていただ、ちょっと購入していただければと、そんな200円くらいで売ってるんで、ちょっとこれね、海外の方はまたね、こちらね、マイミュージックシートっていうところからね販売しておりますので、ぜひね
よろしくお願いしますということで、基礎練習はね絶対もうなんかやらんでいいとかちょっと思ってる人とかいるかもしれないですけど、基礎練習はサックスをもうサックスっていうか楽器やってる限りはもう絶対するんで、もうなんか馬だったらせえへんとかそんなないんで、なんか馬なりたいんやったらちょっとなんかやってほしいなみたいな、ちょっとね辛口なことをまあ言いますけれども、まあなんかとりあえずやってみてください。はい。ということで、今日はね、これで終わります。この動画が面白い、役に立ったと思っていただいた方は、高評価を。チャンネル登録もよろしくね。ブボー。